室賀正都は、江戸時代の旗本、縦林藩譜画郎。八代秀正の次男として生まれ、室賀正都の養子となる。室は、上田重秀の娘。子に、女子、室賀正勝、女子、女子。婿養子に、室賀正信。元那七年より、将軍、徳川家光に仕える。官営三年、洋父、満春の遺跡を継いで戦国を治療し、 故障組番氏となる。官営十年に二百国を活用。官営十六年に、小獣人等となる。慶安元年に家光のこの建林藩主、徳松の不我老とされ、武蔵国、上野国内の千八百国を活用されて所領が三千国となる。女王に年中合位した、下佐守に上任。官文元年、武蔵国、 上野国内でさらに4200国を加えられ、7200国を治療する。漢文3年、1200国を、無雇用し正信に分治し、致天那元年に72歳で死去。着難、正勝の時、綱吉が将軍になると幕臣に服し、子孫は5500国の大海の旗本として存続した。養子の正信は、 中山直貞の四男で、正俊氏の娘をめとり別家を創設した、完成十州初夏ふまき第238。ありがとうございます。